こんばんは こんばんは。26 27、27日、会いに行け。おー、ほんとどうも、やったー。27?26? ってなんだっけ。あれか、イベントと、 お守り大量購入結果発せおおありがとう相株やっぱり当たらんかったやっぱりかマジか合とあとんだっけなんだっけ合株イ,イベントと公演 んなんだっけなんか最近多くてわからんいろいろ。社名思考感かか当たった。おおほんとやった金曜が公演か。26が公演で27が合株か。26が公演だよね。すごい合株当たりました。いっぱいいる。 当たってしもうたって何やねん。しもうたぐらいじゃやめろ。<laughs> ダメだそれはもう。ちゃんと来てくださいよ。当たってしまった。行かないなし。ダメよ。ダメよ。当たってしまったからの。行かないなしだよ。絶対来てよ。明日マジ無理です。ふー を使昨日かな昨日発掘者ありがとうございますあこちらこそです熊谷さん相変わらなくてそうだまし <laughs> じゃあ当選したのかな嬉しい当たったのめっちゃ嬉しい絶対行くね絶対来て絶対来て全楽師匠マジかそれはつらみやそれやばい明日行くマジか 全部申し込んだらセナタンの当たっちゃった <laughs> そうなのセナタンのセナタンの行ってきて <laughs> はい、うん、来てね明日物販何時までなんですか仕事で間に合うかな明日さなんか物販なんかさ物販さ普通にさチケット持ってない人でも入れるんですかねあれなんか噂でさなんか そう、物販だけ行こうと思ったら行けなかったって噂聞いたことあるんだけど大丈夫かな物販自体は多分終焉後1時間だったと思うんだけど。だよね、無理らしいよね。なんかチケット持ってないと物販も行けないのその日のチケット。なんかさ、合株のさ、そうそうそう、入れないよね。チケットないとなんかダメみたい。20分間なんだ、最初1時間してたのに。入れますよ、どっちやねん 受付の中にあると思うやっぱそうだよね。チケットある人しか入れないらしい。らしいね。入れますよって嘘やん、それ。デマダメよ、言っちゃ。そうなのかな入れないのか。入場してから物販コーナーなんだ。じゃあ、あれだ、間違えて来ないようにね。間違えて物販だけでも行こうかなって思って行ってみたら、そう、入れなくて交通費だけかかったってのはちょっとさすがにあれなんで。うん。 明日舞台観覧される方でグッズを買う方はあの多分いるかもしれないです初見ですありがとうチーム B ドラフト研究生の大竹ひとみですよろしくお願いします新大久保楽しかった楽しかった楽しかったランちゃんと本田空と行ってきた3人で夜ご飯だけそうチーズタッカラビめっちゃ美味しかったです チーズタッカルビとあとチーズドッグと食べましたあと今つけてるリップを買ってきたよ今日舞台行ったのあそうだったんだ今日はキョンとかがいたのかなそうあのねどこにあるかなどこにあるかなあさっきまで準備してたんだっけ入れちゃったんだっけメイクおうちにあった 目の前にあったわチーズドッグのびたのびたメールで今度のびた写真を送ります。うんててるイエイ可愛くないですか？イエイ <laughs> ピントが合わない可愛くない。 今日友達と新大久保行こうとでも映画にしてあそうだったんだ新大久保行ってたらお聞いたかもあーああなんかねいろんなお店にこの子のやつ売ってるそうそうそうカカオの皆さんよくご存知でそうカカオのキャラクターのやつ警官コスのサミュラあとんでもないです そう、カカオトークのやつ。そうそう、カカオトークのキャラクター。イエス。なんかね、中にキラキラが入ってて。ほら、ピンクのキラキラが。ピンクのキラキラピンクのキラキラが。ほら。あれ、なんかめっちゃ塊で動くからダメや。めっちゃキラキラ待ってる。めっちゃキラキラ待ってる。 かわいいかわいいそうなんかリップの色結構赤めでティントなんであの何しても落ちないんで公園で使えそうだなって思った明日自己紹介あるなら2階から名前叫ぶねあ本当ありがとうあひーちゃんは明日入ってくれるんだねおおやったじゃあ物販の時会えるね絶対やったそうあピーチ かわいいよねー。めっちゃかわいい。結構赤目。そう、スノードームっぽい感じになってるの中。ね。リップでも、一回つけちゃったからこれ以上つけたら真っ赤っかになっちゃうけど。そう。いや、じゃきーん。これは結構伸びが、めっちゃサラサラしてて、 すごい伸びがいいので使えそうですこれからたくさん使えそうですそうアピーチキャラクターの子 <laughs> 物販ぶっマニア飛ばしてありがとうこんな感じ結構色いいよねかわいい 前にグロスつけるとどうなるかな。かなり赤いけど、私赤が好きなんでこれが好き。グロスつけるとこんな感じ。あ、グロスつけた方がいいですね。発色めっちゃ良かった。発色良きです。こんな感じでーす。 イェイイェイグロスはいつもの RMK のブルーグロスをつけたんですけどもうね何回もこう回して使うっていう発色容器ですねメイカー配信っていうかね購入品を紹介したイエ,スイエスイエスイエスイスね色かわいいよね結構若めだけど でもなじむとピンクっぽいっていうかいい感じ、ま、だ待って待って今日茶器意識茶器意識を高くして真っ赤な無地の靴下かえー絶対かわいいじゃん真っ赤な靴下かわいいよねえ嬉しいな私意識だってかわいい <laughs> ありがとう真っ赤真っ赤大竹も真っ赤が大好き真っ赤のバッグとか真っ赤な ものがめっちゃ好きです携帯の充電器も赤いのにした。うん、ヨーヨー釣り見た、ありがとう。ヨーヨー釣りと、あと明日の、なんか、噂によると、ヨーヨー釣りのオフショットが Twitter にアップされたと聞きました。そう、なんか、それの、そこにも書いてあったと思うんですけど、マジムリー舞台、明日お手伝い。いきます。いきます。 色白だから真っ赤なディプに似ってとんでもないです。アップされてますかおう、嬉しい。サイベル釘付け機能。おう、ありがとう、嬉しい。相変わらなかったら握手に、ま、うん、来てうー。嬉しい。学校でも大竹のこと考えながら頑張って嬉しいな。とミちゃん、アイドルやってて大変なことって何ですかめちゃくちゃいっぱいあります。めちゃくちゃいっぱいあるけど、めちゃくちゃいっぱい。めちゃくちゃいっぱいあるけど、楽しいこともその分めちゃくちゃいっぱいある。 うん、なんかステージに立つとあーこの度に大変だったんだなって思う。でもなんかうんなんだろうあたなんかねこの ためななんだなって思うのは公演に立った時公園に立ってなんか立つまでなんか本当に色々大変なこととか考えることとかいっぱいあるけど公演のステージに立ってサイリウムとかチュアとかコールとか聞こえたらなんか全部なかったことになる感じ、ね。 学校でも普段でもたくさん使う。ありがとう。おやつめっちゃかゆい。とんでもない。青バラの時の茶券の唇、なんかめっちゃ生えてるのような。ほんとに嬉しいだけど、上唇が全然ないのね。こうやってやると全然さ、なくなっちゃうの。笑ったりとか喋ったりすると、こうやってすぐなくなっちゃうから、上が。彼が。もうちょっとなんか上唇欲しかったのって感じです。カラコンしてるみたいに目がきれい。ほんとカラコンはしてないでーす。 すごいな、アップにしたらクマすごかった。合いかば当たったが大竹席でなんか多い。t d c とか武道館に立てるといいね。立ちたいね。立ちたいね。特にドラフトでやりたい。11月にチーム B 公演予定出てた ?1 日かな。1日の後の予定って,て出てるんだっけ 社面名刺交換会ゲーム買ってサインもらうぞだってゲームはいろいろ頑張ろうねなんかあるみたいだけど他のメンバーの聞いたらうんえー、何それイケメモバイル柱会員お詫め設定私に、ね、変更した嬉しいありがとうメンバーに会うために勉強頑張ってるのそれは素晴らしいわ応援してるから頑張るうん アップにしたら色が更に白くなっ,ちゃったってマジで5日も B 出ててよ5日と9日5日と9日出てた ?9 日くらいまで出てたあほんと5日9日 B であやっと出たあいやかってよかった <laughs> よ,っよかったよかったよかったかかねそうなんか前半のその9日までのやつ私も聞いてたんですけどそれ以外に予定出てて B 公演あるって聞いてたらどうしようかと思った <laughs> ワイルドのイツ1回1回の声めっちゃくるるさんか見せる大竹を見なさい一見出るとき行きたいなーだって大竹ねでも11月のシアターの女神も何か縁がなさそうな気がするでもなんかローテーション前座が回ってくるか回ってこないかってとこだよねそこがちょっと分かんないところなんだけどとりあえずチーム B 公演は生誕祭続きなんでうん ケータリングのやつ、キョリた美味しい。たくさん美味しいもの食べてください。ありがとう、嬉しい。そのね、ケータリングのやつの順位見たんですよ。また最終ランキングじゃないけど。そう、見たよ、ちゃんと。そう、嬉しかった。ありがとう。来月こそアクシーか。ありがとう。結構多いね、B。そうね。それな。そう、生誕ラッシュよ、生誕ラッシュ。やばいよね。全部生誕祭じゃない確か。そうだよね。やばくない 生誕祭多すぎ問題だよねでもさそれだけたまっちゃってるもんねしょうがないよねねシアターの女神公園ね、ベルトと出れる可能性は上がっても先輩方が出るからには私は出られないうあやかぶりべで誕生日迎えるはずが外れたらしマジかー、まあ、生誕祭だと当たりにくい、まあ、全部生誕祭だからな本当にうん本当にマジで本当に ほとんど生誕祭だからこれから多分。真面目に出てる GMB メンバー生誕祭が多い。それは言えてるよね実際。そう、たまりにたまってる生誕祭だから、これから B 公演が何回多くなっても全部生誕祭な気がする。確かだってユキリンさんの生誕祭とかもあるよね。セイナさんとかね。あった気がするよ。ね。 うんと最近は修行が多かったね。特に8月9月鬼多かった気がする。ね、なんか、そう。修行してたらなんか1ヶ月終わったもん。よ、よ、よ、よ。よ、よ、よ。よよ他人の生誕は人にコールしづらい。まあでもなんかその方の生誕祭によるんじゃない なんか B はあれだけど修行中とかだったらなんか全員コール絶対しますみたいな感じのこの生誕祭だったら全員コールしてドラフトの生誕祭だったらドラフト生特に大きい声であのコールしてくれたりとかあったけどねなんかその子のコールオンリーみたいな人もいるのかなわかんないけど忘れちゃったな。 本当ね、ゆきりんさんも3か月も過ぎちゃってるよね B 公演デビューはリークしてくれーだってえでも B 公演のさもし本編出るとしたら出演メンバー出るでしょだがしかし大竹はまだ出ない感じがするぞ明日舞台お手伝い頑張れありがとうありがとうございますこんばんは今日も見に来てありがとう 岐阜祭のおかげで8回すごい。ね。明日、ちぶりのお手伝い、小林蘭。同期は小林蘭。先輩は母さんです。黒津るかさん。イェーイ、母さん。母さんと蘭ちゃんと私。平和すぎる、最高に好きピラ蘭なんて今日も一緒にいたから2日連続だね。母さん最近、 修行中一緒に出る機会が少ないから悲しいけど明日会えるから嬉しい。そう、お手伝いメンバーはその3人ですね。確か。クロースそう。明日行けないけど楽しんでき楽しみます。イエーイ。ああ、そっか。 遠方枠は事前にメンバーが見れない。そうだよな。でも行っちゃいけない。行ったら多分一生私 B 公演出られなくなるよ。<laughs> <laughs> お、ほんとこの前、ジャケさんの握手行った時超楽しかったからまた早く行きたいもうそれは来てください。いつでも。いつでもいつでも。基本おしましできるんで、大竹。多分。次回も。 その時はまた来てください。おしましでも券使っても来てください。たくさん売ってこい。たくさん売ってくるグッズ。<laughs> <laughs> そっか、遠方枠はいつもそうなんにないって。でもね、言ったらね、一生干され案件なんで、それはちょっと困りもんなんで、ほんとに。<laughs> そういうわけにはいかないんで、さすがに。 いつ出るって決まっても出る日は言えないんですけどでもなんか当分ないかなみたいな感じはするでも前座は多分ローテーションだから回ってくると思ういつかはねでもなんか分かんないなんかローテーションだとしても多分その子その子でなんか NG b とかもあるから前座もローテーションだとしても狂う可能性があるからちょっと分かんないや。 なんとも言えないんですけどね明日真面目に行くよーだってほんとじゃあお手伝いメンバーの大竹のことも見つけられたらあいるじゃんって思ってくださいギリギリみヤちゃんこんばんはー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 それね B の前座ね急 999999っていうのと B の全座1人なのが津みが一緒になっちゃったそう B の全座1人なんだよね1人だから回ってくるまでって感じそうでも分かんないよねそうなのよなんかそう B もうんちょっとドタバタで前座がちょっと狂ったところもあってねそうなのよそこは察してうん ルッパンだって立派なチャンスそれな大竹のこと名前覚えて一人でもいいから覚えて帰ってもらいたいなしんのすけさんありがとう弁トゥこんばんは遠方民でメンバーやっぱりせめて日程はもう少し <laughs> そうね早くね出せるといいよねそうね日程うんでも出演メンバーは確かにギリギリまで分かんないところあるけどおまかに分かってるのはね早く見たいね 早く見たいって思うよね。ありがとう、まさんお弁当。生誕ラッシュかも。いや、ずっとだと思う、本当に。明日の物販チケットなくてもいけんのかな。明日さ、物販さ、そう、チケットないとダメみたい。それなのよ、悲しみ。そうなの、明日なんかね、受付の中にグッズ販売があるらしくて、そうだから、中に入れる方じゃないとグッズ販売いけないんだって、マジ悲しすぎるよね。 こんばん。名前ってアピールすいいかもやした。それが私の一番最初の握手会。マジで全員に、こんにちは、大竹瞳です。って言ってから握手してたわ。ふふ。物販の女王だって。物販まずどうやってさ、お手伝いするかも話も聞いてないや。何日か引き続きに一定多すぎ。まあね、しょうがないよね。でも実際未定なんでわかんないんだもん。そう。 お手伝いが出る前なら買えるみたい。あ、そうなんだ。お手伝いのメンバーが出る前なら、あれチケットがなくても買えるってことそうなんかな。おぉ。あ、そうなんだ。お手伝いメンバーが、そっか。出る時間じゃない時はグッズは買えるけど、お手伝いメンバーがいる時に買えるのは、券がある人ってこと そういうことか。うん、お仕事なうだって。お仕事なうにショールーム見て平気か <laughs> ありがとう。久しぶりに来た。ありがとう。本当は久しぶりやね。ありがとうございます。忘れられてなくてよかったわ。ホール内に意外なものが売ってるってなんだろう。私も知らないまだ。そう、明日券がなかったら入れないみたいね。うん、つらみだね。 スマイルはいくらですか0円です <laughs> お会場前終演後はチケットなくても買えるみたいだっておおそうなんだ初めてひとみんの握手券買お嬉しいありがとうやった私の握手券を買ったっていうこと絶対来てくれるはず秋葉原帰宅中 おつ白いかわいいほんと全然だよ今日下地とパう <laughs> んパ粉しかやってない嬉しいマックと同価格スマイルじゃないリップめっちゃかわいいあ本ほんとしい今日ね買ってきたのこれこのね新大久保今日行ったんだけどそうなんかあのカカオトークのキャラクターが こう上に乗ってる鬼皮ナリップがティントが売っててそうレディーレッドっていう色レディーレッドっていう色なんだけどそうアピーチブロッサムティントザ・フェイスショップって書いてあります超見えない <laughs> なんかねいろんな新大久保のコスメショップどこにでも売ってたから

三人とも同じ色を買った。えっ、ー、とね、あの、ランちゃんは一緒の色なんだけど、ホンダさんはもうちょっと薄いピンクのやつで買った。でも、あのー、キャラクターは一緒のやつです。チーム公演が続くとし、幼中公演がなくなるんだね。まあ、でも、あそりゃそうだよね。スケジュールがないから。そう、フェイスショップから出てるんですよ。ザ・フェイスショップから。行っちゃいけないっていうか、危険だからみたいな、そういう理由。そう。 なんかメンバーだけで行っちゃいけないみたいな。まあでも普通に考えてそりゃそうかみたいな感じで思った。ねえ、そうなんですよ。メンバーだけでなんかこう勝手に行くとかダメみたいな聞いたことあるっていう話をして。そう、そういえば新大久保ってあるよねみたいなこと私とか言ったんですけど、そう、ホンダとか三人でそういえばダメってなやつあるよねみたいな。確かに確かに。 なんか個室危険とかの問題じゃなくなんか,かんないなんか理由わかんないんだけどダメなんだってでもさそれでさあ多分お酒とかなのかなそれかなあわかんないわかんないけど知らん <laughs> 知らないんですけどなんか言ったらダメなんですよとりあえずダメみたい まあね、でもそれでさ、なんか行きたいからとか、勧められたから行きましたり、りゲイエーって言ってさ、なんかそれで後から行っちゃダメなんですよって言われて、だけど行った事実があるから、なんかまた干され案件ってなってる。<laughs> やめときます。まあね、そう、ごめんね、なんかね、行きたい気持ちはあるんですよ。ね、焼肉大好きだからみんな今日お肉食べたい、お肉食べたいって言ってチーズタカルビのお店入ったんですけど、そう、 行きたい気持ちあるんだけどね。ごめんなちゃい。ジョジョ園ならいいんじゃない今度ジョジョ園行きたいな。ランチなら安いよね。行きたい。うう今日はラン小林と私と本田空で行きました。そう、やめとくのが一番。それ。そう。 大竹は、ちょっとオカリナとは路線が違うんで、オカダに怒られそう。違うんで、ギリギリを攻めるみたいな、ちょっと厳しいかなって。押干されないでもう干され面だよ。ひからびひからびになっちゃうよ、このままだと。うふふ。ひからび、ひからび。もうね、星夢になっちゃう。そう、オカリナとは違うんで、って。 <laughs> 岡田にめちゃくちゃ怒られる炎上路線じゃないんで大竹は <laughs> 韓国に行きたいそれね私も思った今日いあの買い物とか行ってご飯食べて韓国行きたいなって思った一日あれば行けるよね日帰りでも行けるもんなわかる叙々苑のサラダドレッシング大好きめちゃくちゃわかるそれ 超絶わかる。私も好きなんですよ。めっちゃ美味しいよね、あれ。スーパーに持ってるけど。<laughs> 道の真ん中歩きましょう。干され案件は回避で <laughs>。干からびないように、ほんと。物販何時頃から明日明日なんだっけ終焉後だっけ全然スケジュールわかんないんだけども。後で確認しないと。 マリカ得意マリカ、マリカは何、何でやってたっけなあれ何でやってたっけ ?DS かなでやってた時は得意だったけど、あの、Wii のハンドルのやつは、なんか,かん、ちょっとやるだけでめっちゃ曲がるから、Wii のやつめっちゃ不得意なの。そう。だけどそう、DS のやつはめちゃくちゃ得意だった、マリカ。だけど、なんかその、何ウィーの、Wii のこの、 ハンドルのやつあるじゃないですか。スイッチまだやったことないんですけど。ハンドルのやつはめちゃくちゃ曲がるのが早いから。そう。やばい。ショールーム間に合う。多分間に合うと思う。きっと多分。韓国なら一日やればいけ。ねだよねなんかパパの知り合いさんがよく韓国行く方がいらっしゃって、フェイスバックとかたくさんもらうんですけど、そう、その度になんか、そう、連れて行きたいって言ってもらえてて。 いつかの機会に連れてってもらいます。ふふ。マリカ懐かしいですね。マリカ懐かしい。お昨日初めて握手会行きました。土曜の夜公演見に行ったこと覚えてくれて嬉しかったです。うんあ、全然今でも覚えてるよ。ワンダフルさんって言うんだ。ワンダフルちゃんって言おうかな。ありがとう。もうこちらこそ、こちらこそ嬉しかった。また来てね。公園も握手もどっちも。 いやーほんとっていうかさ、2018年出演回数チーム B ントツ1位状態なのマジで申し訳ないんですけどほんとに。やばいですよね。だって、半端、半端なくないもう70何回とかだもんな。それも修行だけで。ヨーヨーついで買って食べた弁当美味しかっためっちゃ。ツイッターに上がってた大竹の写真可愛すぎて。鼻血かな星は。 嘘だーなんかでもね、私は見てないんだけど、そう、なんか、噂によると上がってたと、あげるっていうの、上がってたあげる上がってたっていうの聞いたんだけど、そう、なんか、浴衣の写真のオフショットなのかな。うん、公園で目がいくだって、嬉しい、ありがとう。<laughs> 愚痴聞いてくれてありがとうございました。めっちゃもう、愚痴だけど笑っちゃった。ごめんね。<laughs> あの特典のお弁当1回だけ。そう、ああいうゲームの特典のお弁当1回、もちろんだよだって言ってたもん。あの、なんだっけ、ある日のお弁当が豪華になります、みたいな。いつまで修行するんだわかんない。知らんです。知らんです。即保存案件ありがとう。Twitter の写真可愛かった。とんでもない。 相かもね、人みわ枠で当たった本当それはやった人みわで当たってたよそれはもうぜひ来てくださいちゃんと来てねちゃんと来てドタキャン禁止普段の弁当が気になるえでも普段の弁当も美味しいよなんかそうパリパリ麺のあんかけのやつとかあとこの前はカレーも出たしあとなんかなんだっけ和食っぽいのもあるし あとオムライスとかもあるしあと何があるかなでもなんかたまに普通になんか牛タン弁当とか焼肉弁当とかもう普通に出てくるだけどああいうなんか豪華になりますとかゲームの景品とかですってなったらなんかもうより高級なお店のお弁当が出てきますなんかこの前いつだっけな あのー、どこだっけあれ急にドア忘れしちゃったあそこなんだっけ五反田かなんかにお店があるそうお肉の美味しいお店なんだっけ肉の肉の美味しいお店五反田にある有名なとこ忘れちゃった名前出てこないけどそこのお弁当があのオンデマさんオンデマっていうとまた違うみたいだけどあれがあの10周年だっけとかになった時にそう。 美味しいお店が来ましたお弁当私はねあの公演始まる前に食べると「あそうミート矢沢さんそう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 ありがとうございます」教えてくれてそうミート矢沢さんのそうハンバーグめちゃくちゃ美味しかったなんか涙出るほどうまかった <laughs> なんだけど公演前に食べちゃうとお腹出ちゃってブルーローズでお腹張っちゃうからやだなって思って公演前はいつもヨーグルト食べるんですよ そそううアアロエヨーグルトそうアロエエヨヨーーググルルトトねいつも食べるんですけどそうなんかそのヨーグルトで公園乗り切ってで落ち着いてさあご飯食べるぞってってお弁当持って帰ってきて食べてますいつもうんそうなんですよ家に帰ってきてから食べるか それか、家では、そう夜ご飯作ってもらってるときは、家で夜ご飯食べて、お弁当を翌日のお昼に食べたりしてます。ちゃんと食べてますよ。エールファンディングが苦手なものを言っといた。なんか、でも美味しそうな、そう、あのー、なんだ、差し入れを用意してくれるみたいなのですごく楽しみにしています。テイクアウトかなのうん。 ビニールに入れて持って帰りました <laughs> え。え私がジーナさんに似てるだと。そんなことないです。あんなおきれいな方。ミュートヤ矢沢さんのハンバーガーもう絶品でしたね。おいしい。ひとみんの二重幅が羨ましいだって。いや、マジでね。今日マジで調子いいの。ただ調子いいだけ <laughs>。本当に狭い日あるから。今日ね、そう。今日さ、左右ともいい感じに二重幅広いんだけど。 ひどいときはね、マジでこっち奥二重とか一重になるときもあるし、でもなんか逆になるときもあるの。そう。なんか逆こっちが一重でこっちが二重のときもある。マジで。ほんとに。びっくりするわ。ほんと。ちょっとね、今日は調子いいわ。うん。11時58分だ。そろそろ終わりにしましょうかね。ちょっとね、 今日はね、配信前にね、体だけ洗ってお風呂に入ったから、次は顔を落として頭を洗ってくるよっていう謎の伝言を残して、13位からいきます。真央さん先生、会いたかったさん、直木さん、新さん、山口さん、ん大竹ひとみちゃん、し季きし新きさん、あ、なんか変わった。あつひろちゃん、ちゃけママ、 好き、好きさん、好きってにくいんだよね。ラーメンナイトさん、ミッチさん、元気さん、しんのすけさん、いちいひろさん、ありがとうございます。イェイ。お、ありがとう。あいつ30秒ぐらい余っちゃった。ありがとう。配信ありがとう。こちらこそ。イエーイ。おつです。おつです。高速読み上げでした。 ありがとうございます。そう、ちょっと時間差入浴。ちょっとね、体だけはもう入ったんで、次は頭を洗いにお風呂に行ってきます。<laughs> また明日ね。ありがとう。バイバイ。おやすみ。じゃあね。おやすみなさい。頑張るぞ。